はようございます。今日は明太をフライ用にするのに三枚におろしてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。明太はフライ用にするって鱗を皮を剥ぐので鱗を取らずにやっていきます。まずは頭をもぎます。次にお腹を出します。包丁はこの中から浮き袋のところに入れて開いて取る。煮付けにするときはこの黒いのを取って皮を剥いでぶつ切りで煮付けにします。今日はフライ用なので3枚おろしにします。はい、よし、ヒレの上に包丁をずっと入れます。はい、明太も入れます。ヒレに沿って入れていきますね。で、明太は私は子供の時からしてるんですが、一番三枚おろしの難しい魚だったです。それはこの中骨がここで切れているので、包丁がこううまく骨のところへ行かないで、よく失敗していました。だからここへ包丁を入れて切って、で次に指で親指と中指で取って、これを取っていきます。で、こうやって引っ張って取ります。こういうふうに。またもう包丁を入れて、こう切って、こういう状態になります ね。次は前腹を落とします。で、そこから包丁を返して初心者はまず取ります。そしてで尻尾の方から こういう二通りの方法があります。次に明太の骨を取ります。前腹を落としたんですが、その中に骨があるので枝骨を目が取っていきます。これぐらいしかないですね。これで、これも小さいので半分ぐらいに切ってフライにします。
はい。